皆さんこんにちは。重機のインスタライブをご視聴いただきありがとうございます。先日重機の家庭用小型ロックミシン MO3000 と MO2800 が2023年度のグッドデザイン賞を受賞しました。グッドデザイン賞とは約60年くらい前から歴史がある日本で最も有名なデザイン賞になります。車や家電、伝統工芸品からアプリなど、あらゆる業界やジャンルから応募があり、今年は約5400件ほどから1500件が選ばれました。本日のインスタライブはグッドデザイン賞を受賞した MO3000 の企画開発に携わった重機の関係者3名に集まっていただきました。これから特に MO3000 の開発秘話について生配信でトークセッションをお届けします。配信時間は前後しますが、だいたい30分を予定しております。私は重機の広報グループ、大竹と申します。本日司会させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、他の出演者の皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあ、斉藤さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。重機株式会社のデザイン戦略部の、斉藤と申します。本日はよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私は家庭用ミシンカンパニー、事業推進部、三角と申します。MO3000 では、商品企画を担当させていただきました。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。縫製機器開発部の福森と申します。家庭用ミシンのメカを主に設計しています。本日はよろしくお願いします。それでは早速ですが始めさせていただきます。ライブ配信中、皆様のご質問やコメントを受け付けておりますが、基本的には最後にまとめてお答えしたいと思います。すべてにお答えできない場合がございますので、その点はご了承いただければと思います。まずは今日の開発秘話のインスタライブ配信のきっかけとなったグッドデザイン賞受賞について話していきましょう。今回、小型ロックミシン MO3000 と MO2800 がグッドデザイン賞受賞という形で評価されたのですが、デザイン戦略部の斉藤さん、外観の観点では今回どのように製品デザインを検討していきましたか？はい、今回の MO シリーズはですね、職業用ミシンを普段お使いになっているコアのお客様や、あとはセミプロフェッショナルの方の相棒となるようなツール、そういう点を意識しました。なるほど。重機の職業用ミシンにもマッチする外観ですよね。グッドデザイン賞の審査員さんのコメントを見ると、ユーザー目線で細かなデザインと設計がされているという点が評価されているんですが、その点で意識された点などありますか？そうですね、特にお客様の困りごとを解決するという点を重視しました。具体的にはロックミシンをお使いになっているお客様の作業工程や、あと使用環境を観察して、そこからお客様の困りごと、あとお客様も気づいていないようなストレスを解消すると、そういうデザインアプローチを行いました。できる限り余分なストレスなく、創生に集中できる製品作りに配慮いたしました。そうですね、例えば、カルガンカッターの処理が面倒というようなお客様の声、ありました。まあ、それに対して今回カルガンカッターを企画当初から採用するということで、検討してもらってましたけれども、その機能を簡単に口で説明するより見てもらった方が分かりやすいと思いますので、ちょっと見てもらいましょうかね。はい、このようにカラカンをミシンの方で切ってくれるという機能になります。まあ、これ搭載するにあたってはかなりデザイン、開発、苦労してもらったところがあったりするんですけども、その点デザインさんのことが、はい、はい、カラカンカッターは工業用ミシンで使われている技術を応用して、家庭用に、搭載した機能です。この、一般的な家庭、この機能ですね、一般のご家庭のお客様に使っていただくためには、安全性の確保と、そういう点をデザインに落とし込む必要がありました。開発の方なんかは？そうですね、工業用ミシンの技術を家庭用の製品にそのまま持ってくると、
危なかったりして家庭用の製品に適さないっていうケースが多いんですね。で、まあ、それは今回のカラカンカッターにしてもそうなんですけども、でご家庭で安全に使っていただくためには安全性っていうのが必要不可欠なので、まあ、今回はメスにこうセンサーをつけて指を感知してメスが動かなくなったり、セーフティーカバーを設けて挟んでも大丈夫なようにっていう二重三重の安全対策を施しています。これも実際に実演していただけますか？はい、お願いします。ありがとうございます。これはあくまでも実演ですので、皆さんは真似しないようにしてくださいね。カラカンカッターは家庭用ロックミシンの業界自体で新しい機能ですよね。これはニーズを把握して取り入れた機能の一つっていうことなんですが、実際にお客様から使っていただいた感想とかは伺っていらっしゃいますか？はい、それは、まあ、見ていただいて分かるようにですね、自動で切ってくれるっていう機構なんですけれども、従来は、まあ、自分でカラカン引き出してハサミで切る、もしくは、手前まで、引っ張ってきて、カッター、布切りのカッターで切るというような作業をされてたんですが、まあ、それに操作に慣れちゃってるということで、ついついカラカンカッターなくてもいいよっていうような声もあるのですが、これを一旦使い始めちゃうとですね、これないとなんか逆に不便というようなお客様の声、我々もテストしてるときは初めちょっとやっぱりちょっと違和感あるなみたいな感じがあったんですけど、テストやってるうちにこれないとちょっと不便だねっていう感じになってきたので、これ使うと非常に便利という機能になっています。ちなみにこのカラカンカッターは特許も取得してるんですよなるほど、すごいですね。もう3000はカラカンカッター以外にもいろいろと新しい機能を搭載していると思うんですけれども、それをいくつかご紹介いただけますか？なんといってもですね、工業ミシンメーカー我々ですので、その技術を応用してモーターの制御等をしてますので、何しろパワフル、縫いがパワフルであるということです。貫通力なんかは従来の弊社のミシンに比べても格段に上という感じですね。その辺で何やってるかというと、電子制御をかけてもらってるわけなんですけれども、そういう布の貫通力以外にもですね、スピードコントロール、これの制御を緻密にやってるということで、従来のロックミシンですとあとちょっと抜いたいとかって言うと、コントローラーちょっと踏んだつもりがババッと動いちゃったり、なかなか布貫通しなくてグーって踏むとバババって急に動いちゃったりっていうことがあったと思うんですけど、このミシンは半身ずつ進む、もしくは極低速で進むと、そういう機能がついてます。それちょっと実際じゃあ見てみましょうか。これが半身ですね。で踏み続けるとごくごく低速でゆっくりゆっくり持っていってくれるというような制御もしているということです。これはあれですよね、きついカーブ縫いの時にも楽に縫うことができると、そういうことですよね、うん、とにかく、ユーザビリティを徹底的に追求したところを今回のグッドデザイン賞でも評価いただきました。お客様にできるだけ快適に使ってもらいたいっていう思いがありまして、今回の MO3000 については振動や騒音を抑えた静音性というところにもこだわりました。でこの音っていうのは目に見えないので結構苦労した部分なのですが、解析等によって原因を追求して対策を繰り返していくことで改善をしていきました。で例えばなんですけども、このモーターベルトを変更して音を改善したり、足の位置を最適化して
振動を抑えたりなど細かい部分で振動や騒音の原因になるところを排除して静かなロックミシンに仕上げています。なるほど。ご家庭で使うミシンとなると音はどうしても気になるところですよね。もう3000ではそれがベストな形に改善されたということですね。他にも、既存の機能や操作性もいろいろと改善して製品を作り込んだと聞いています。その他に何かこだわりポイントはありますか？はい、まず一番は自動糸調子ですね。糸調子を今まで手動で、やってましたけれども自動で、糸調子が取れるということ。あと、ロックミシンで一番最初に難関なところがブーパー糸通しですけれども、これも空気でエアでパッと糸が通るというお客様になるべく楽に使っていただくようにという機能は継承してというか、新しく搭載しております。で、もう一つご紹介しておきたいのが押さえを、微量を上げて縫うフロート機能ですね。これ工業用ミシンでは、一般的な結構仕様なんですけれども家庭用ミシンのロックでは初めてということで押さえを微量上げて縫うことによって伸びやすい生地もしくはいさりやすいっていうか布ずれしやすい生地とかですねこれをきれいに縫うことができるという仕様を唯一このミシン積んでるという仕様をちょっとご紹介したいなと思ってました。あと、分かりやすいところで言うと、操作スイッチをですね使う手順で、レイアウトしてですね使いやすいように工夫したり、掃除ですとかメンテナンスのしやすい形状外観形状にするとそういうところを意識しました。あとあれですねここの小物置き場これも結構地味なんですけれども好評いただいてます。マグネットがついているので待ち針とかハサミとかクリップとか、縫いながら、外していってそこにペタペタってつけて、散らかさないで縫えるとかということで好評いただいております。あと細かいところなんですけどもこの糸のかけやすさだったり押さえの交換のしやすさだったりというところも今回改良しています。ありがとうございました。ここまで MO3000 について安心な設計や快適に使える各種機能など重機の担当者から直接ご紹介いたしました。それではここでたくさんの方からコメントが来ておりますのでそちらもご紹介していきたいと思います。すべてにお答えできない場合もございますのでこちらをご了承いただければと思います。とまずはですね MO3000 から液晶画面がないタイプが欲しいですMO2800 にするか MO3000 を買おうか迷い中ですというお声がありますが三住さんどうでしょうか？はい MO3000 にしてください液晶ないタイプというのはすぐにはちょっと出ないと思いますけれども、ご意見参考にして考えていきたいと思います。ありがとうございます。次にですね、カッターについてということで、カッターは、軌道は足元でできるのでしょうか？それとも、カラカンをある程度出すと、カットしてくれるのでしょうか？ということですが、福森さんどうでしょうか？これはどちらでもできます。液晶で設定することで、カラカンの長さを見て勝手にメスが降りるっていうモードもあるんですけども、3つあるんだよね、切り方がね。このカラカンの長さを設定して、自動でカラカン通り過ぎた分を測って切るという自動モードと、ここのボタンで押す自分で手動で糸を切るモード。あとは、ここさっき半身スイッチと、ゆっくり縫いのスイッチにしてましたけれども、これを糸切りに切り替えることもできるという切り方としては3つあります。このカッターに関する
反響が結構ありますね。カッターすごいっていうコメントですとか、もうエモンさん全然とってもいいです、もう自動のカッターなしには戻れませんというところもありますね、はい、思い切って購入してる方ですっていうお声もいただいてます。ありがとうございます。本日のこのセッションを聞いてより良さを納得しました、とても使いやすいグッドなミシンを開発してくださりありがとうございますということです。やっぱり実際聞いてみると、なんか私も今日このお話を聞いてカッターのところだったりとか、結構こう細かい工夫みたいなものがすごい詰まってるミシンだなと思いましたね。デザインも結構シュッとしてますよね。そうですね、デザインについてなんですけれども、まあ職業用のミシンに近づきたいというところと、あとは、性別問わずですね、使っていただけるようなそんなデザインを目指しました。結構この職業用ミシンのデザインとかってあれですか、なんか人気っていうか、そういうスタイリッシュなデザインに結構人気があったりとかいうのは結構企画とかにも出たりとかあったんですかね。そうですね、こちらはこちらでまた違う賞をいただいてます、ね、やっぱりですね、外観についてなんですけれども、プロフェッショナルに近い方に使っていただきたいというところでですね、できるだけシンプルにですね、道具として、自由自在に扱っていただけるような商品にしたいと、そういうふうな思いが、詰まっております。耐久年数はどのくらいでしょうかという質問が来ておりますけれども、みすみさんいかがでしょうか。まあ、使い方によりますけれども、通常我々これあれですよね、1日、2時間ぐらい使う設定で、何十ラン、数十年使った時間の耐久テストとかやって製品を世に出しているので、まあ、通常使いであれば、消耗して壊れちゃうというようなことはあまりないですね。先ほど液晶の、お声をいただいた方は、ですね、長く使いたいから、液晶の劣化に懸念があってっていうところで液晶ありなしを検討されてたみたいなんですけど、液晶部分って どうなんですか、耐久とかそういう劣化しちゃうとかやっぱりあるんですかね。それはもちろん電気製品だからあるんですけれども、先ほど言ったようにこの液晶も含めて耐久テストで、耐久テストってただ回したりしてるだけじゃなくて、すごい40度ぐらいの高温室に入れてやったり、マイナス何度の、マイナスまでいける、マイナス何度の部屋に入れて耐久したりって、耐久テストをやって世に送り出してるんで、基本的に使ってるうちに自然に壊れていっちゃうっていうのはそうそうないと思ってます。開発からでもそういうような感じ、何年ぐらいとかそういうのもあったりする、大体目安とかってあるんですか。いや、基本壊れないもん。おー、すごい。こう過酷な試験して出して、まあ、普段のご家庭において使ってる分には全然問題ないと思います。結構この今のインスタライブでこの製品興味を持ってくださった方が多いんですが、これを実際どこで触れますか、どこで買えますかっていうところなんですけど、営業の人が重機のホームページに MO3000 のワークショップをやっているお店があるの、掲載しているので、そちらをご覧ください。はい、ということで、皆さんぜひホームページをチェックしてくださいということです。ロックミシンからは出
らしからぬデザインで目を引きますというお声をいただいてますけども、ありがとうございます。ありがとうございます。そう。褒め言葉。どうですか。服ミシン、確かになんかあれダイヤルが結構今まで前ダイヤルボタンか外に、あでも今色合いですかね。あ、なるほど、そうですね。この色についてもですね、まあ、今まで、白一色というところもあったんですけれども、まあ、お掃除のしやすさとか、あとどうしてもちょっとホコリが、溜まってしまうとか、そういう時にもですね、シルバーであれば目立たないとか、あとは、拭き取りも、簡単にできるとか、そういうところの観点からですね、シルバーというのをちょっとチョイス、いたしました。他社さんとかと色の違いとか意識して作ったりしますか？そうですね、みたいな、うん、そこはもうかなりウォッチしてですね、はい、まあ重機の良さ、っていうのがやっぱ、シンプルで、まあ、性別を、感じさせないような、ミシンというところだと、考えておりますので、そういうのを、まあ、具現化できるようにですね、あのデザインの方をやっております。はい、ありがとうございます。このホビーショーで実際に見ていただいた方がいらっしゃるようですね。使いやすかったです。体験していただいたみたいで使いやすかったですというお声が、はい、出ています。来年のホビーショーの方にも出す予定なので、ぜひ興味がある方はいらっしゃってください。では、たくさんのコメントありがとうございました。そろそろ終了のお時間となりますので、それでは最後にですね、今日出ていただいた、メンバー皆様から、インスタライブを視聴されている皆様に一言ずつ、お話をお願いいたします。斉藤さんの方からお願いします。はい、お客様のですね、観察を通じて、作品作りの、熱量というのをすごく感じました。で同時にですね、お客様の、クリエイティビティ、そういうものをもっと応援したいという思いに駆られました。素晴らしい作品が完成したですね、この喜びの瞬間にぜひこのミシンがあってほしいなというふうに思います。はい、これ先ほど言ったようにですね、自動糸調子、エアルーパー糸通し、そういう使いやすさを第一に考えてますけれども、それに工業用の技術を加えたカラカンカッターとかですね、微量さやげ、そういうものを取り入れた重機の最高峰のロックミシンということで開発しました。ぜひ、販売店さん等でですね、先ほどのホームページ、ちょっとご覧いただいて、置いてあるミシン店さんちょっと訪問していただいて、実際に、お試しいただけたらというふうに思っております。よろしくお願いします。私たちがこれが使い勝手がいいって思っても、実際にはそうでもない、そうでもないケースっていうのが多くあるんですね。で今回のロックミシンに関しては、お客様や他部門の方々に触っていただいて広く意見を求めてから進めています。ぜひお近くの販売店まで。それでは今回のインスタライブグッドデザイン賞受賞記念、ロックミシン開発秘話セッションは、これにて配信を終了したいと思います。短い間でしたがご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。